チャンネルへようこそ。私たちはエキサイティングで有益なコンテンツを提供することを楽しみにしています。新しい動画をお楽しみいただくためにチャンネル登録とお知らせボタンのクリックをお願いします。皆さんのサポートに感謝します。高橋由里チャンネル。マスコミ話で上川さんの発言が、はい、高橋さんも X でポストされてましたけど、報道がひどいっていうですね、はい、のがありまして、それとあとそうですね、サンモニでなんか間違いがありましたってサンモニが謝罪をしたっていうのが、はい、ありました。楽なのは謝罪するけどね、共同親権という話を先にするとね、共同親権っていうのは、まあ、世界でよくある話でさ、まあ、言ってみるとさ、子どもの人権みたいな話なんでね、単独親権っていう方がほとんどないんだよね。だから、まあ、やっぱり結婚したらさ、やっぱりずっと親は子どもに対して責任があるっていうことなんで、共同親権はそれで、はい、ごく普通の話だと思うんだけどさ、ね、なんかあれだよね、なんか日本のシャアの人が随分反対するんだよね。それでちょっと私はすごくいつも消せないんだよね。子供の人権とかそういうのを考えた時にはさ、あった方がいいだろう、普通だしね。それなのにさ、なぜか日本のシャアの人随分反対するんだよね。そうですね、不思議です。ちょっと、不思議なんだけど、人権言ってる人に限って、なんかあれだよね、ドメスティックバイオレンスかなんかを思い出させて、どうのこうのなんて言うんだけどさ、共同親権の時にはさ、そのドメスティックバイオレンスみたいな話があったらさ、間に人を立てたりしてさ、立てたり、そこはちゃんと、なんていうかな、ドメスティックバイオレンスの話が、復活しないようにね、いろいろと手立てみんなするわけだよね。だからあんなのは全然理屈にならないので、何で反対するのかなってよく分かんないんだけど、まあ、多分考え方は2つあってさ、日本の左派の人って、まあ、特に弁護士なんかで結構多いんだけどさ、その弁護士なんかはあれだよね、今まで親権がどちらかっていうのでさ、結構ビジネスになってたんだよね。だってどっちか取りたい取りたくないってそういう話じゃない。サー弁護士かなんかのビジネスになってた可能性がややあるんだよね。あともう一個の可能性はちょっと言うと、日本のサーの人ってなんか家族制度を分、なんか壊したいみたいな人随分いるからさ、共同親権になるとさ、ちょっとさ、家族制度を壊すっていう風にちょっとならないから、はい、そこで反対する人がちょっといるような気もするけどね。そうなんですね。まあ、どっちにしてもでも異常にあれで変な感じで、だからそこに毒されてたあれだよね、なんかテレビなんかで、サンモニなんかもなんか結構反対を言ってたんだけどさ、それで反対を思い切り言ってたんだけど、ちょっとさ、ミスっちゃってさ、それですいませんっていう感じで言ってたよな。結構謝るの入るんですね、でも。あれはあれだよね、日本のサンモニのちょっと特殊性もありね、それを真に受けてるマスコミの特殊性もちょっとあったっていう話なんだけど、あと、まあ上川さんの話になるとさ、はい、とんでもないよ、ちょっとびっくりした私は。これ共同がさ、はい、もう思いっきりさ走っちゃったんだけどさ、はい、共同の中になんか最初の特報っていうのがあってね、はい、特報ちょっと早釣りみたいなのあるんだけどさ、はいはい、そこでね、そう、早釣りっていうかね、まああそこはいろんな新聞社にニュースを流す会社なんだけどね、はい、それでその一番最初のとこには、まあ、共同のスクープみたいにさ、もう力が入っちゃってさ、上川大臣がさ、なんて、はい、まず産まなくしてどうのこうのっていうやつを、はい、漢字で漢字で書いてあってね、はい、どの漢字かっていうとさ、本当に子供を産むのを産って字って最初書いてあったんだよね。3で言ってたんですか。そう、最初言ってたね。それでね、でもさ、全国関係見たらさ、あれ間違いだよな、3は。要するに、こういうふうな人を生み出すっていう意味だから、はい、性っていう方を使わなきゃダメなんだよね、漢字としてね。そうですね。はい、それで、新聞記者ハンドブックにもあってね、子供の話の時には3でいいんだけど、それ以外の話は性っていう方を使うって書いてあるんだよね。はい。で、そこだからちょっとミスったかと思ったから、すぐ直したんだよね。直して、あと他のマスコミが右へ斜めでみんなひらがなにしちゃったんだよ。はい、ひらがなですね。だからさ、あれさ、もしか最初からさ、3って書いてたら、これ間違えたらすぐ言われるからね。はいはいはい。それで、産むって書いて、それで、あとは印象操作だよね。切り取り印象操作だよね。はいはいはい、はい。ひどいね。ここでひどいなと思って見てたんだけど、そしたらさ、英語バージョンになったらさ、チャイルドバースになってさ、
チャイルドバースっていうのはさ、もうまさしくその、あの3っていう、数字を当てはめるような話だからね。英語の方で思いっきりさ、最初のさ、間違いみたいなのをさ、そのままあれだよね、書いちゃってんだよね。それは修正はしたんですか？してない。おかしいんだよ。日本語の方ですぐ修正したでしょっていう感じなのにさ、英語の方はしないんだよ。そうなんですね。もうああいうやり方をしちゃってさ、昔だったらこんな話が全然さ出ないんだけどさ、今もう全部さ、ネットの上でさ、さらされちゃってんだよね。されてますね。そうですね。本当にダメだね。大体漢字がよくわかんない人で、なんか、産むって聞いたときにさ、子供の産むにさ、すぐ連想しちゃってさ、そこで走っちゃったっていうのが、まあ、実態なんだけどね。上川さんも情けないな。謝罪しちゃった。取り消し。なんでかね、なんかあんなことやんないで、ちゃんと自分はこういうふうに言いましたって言えばいいのにね。意味違いますよって普通にバシッと言ってくれれば、なんか今はそう、全く違いますよって。まあ、英語で言うとね、あれだよね。子供を産むっていうのは、まあ、ベアっていう言い方でさ、なんか生み出すっていうのの、産むっていうのはプロデュースとかそういう、です。いう意味だよね。それなのにあれだよね。なんか全然、日本語だってさ、ちゃんとずっと漢字が2つあって使い分けろってことになってるんだけど、わざとさ、ひらがなで書いてさ、ごまかしてさ、それであれだよね。印象操作してやってるよね。それはなんかもただ単に叩きたいっていうことなんですか？もちろん、もちろん、失言を叩きたいってだけ。そうすると部数伸びるっていうふうに思ってるってことなんですかね？もうそろそろなんじゃないの？そういでう。も、また共同ですかって感じでさ、ネットの上でさ、本当にさ、嘲笑の対象だよね。そうでしたね。もう、安定の共同って感じだよね。安定の共同。東京新聞も X で、それ使ってたらコミュニティノートついてましたね。だからみんなさ、新聞のさ、そこの浅さ、漢字能力のなさがさ、もう全部出ちゃってるね。だってそうでしょ？ もう分かんないから、ひらがなに書いちゃったんでしょ？これはよくマスコミ劣化したとかって言われるんですけども、前からだよ。前劣か化ら。じゃないけど、前からで、要はネットがなかったから、こういうので、チェックもさらされなかったからっていうのが私の解釈。今までバレてなかっただけで、もともとバレひてどかっなかったたんっていだう。けど、そう、ひどかったよ。ひどかったんだけど、ネットもなくてさ、メディアっていうか、その媒体をね、独占してたからね、チェック受けなかったってだけだよ。今はだから、ネットの上でさ、もうみんなバレちゃうからさ、もう全部晒されちゃってんだよ。すぐバレるんだよ、だから。そういうことなんですね。だから、マスコミは前から同じようなレベルで低さは。レベル低いよ、はっきり言うと。そうなんですね。というのは私の解釈ね。でも、人によってはさ、要するに数字は劣化したんだって言いたい人もいるかもしれないけど、前からひでたのと。皆さんの質問をお待ちしております。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。